イエス様に出会う前は好きになれなくて、自分のことを何かに乾いていました。イエスの弟子たちはイエスがどんな人物であったのか証言します。今日の証言人はひばりが丘バイブルチャーチ石井恵さんです。石井さんはクリスチャンホームに生まれ、神様のことを知っていましたが心から信じることができませんでした。自分を誰かと比較し自己憐憫に陥り、心を満たすために様々なことをしました。自分はイエス様の愛にふさわしくないと思ったその時、イエス様と出会います。教会でもらった春キャンプがあって、イエス様に出会うことができました。こんな自分、罪にまみれた自分は許されないだろうなっていう思いがあったんですけど、そこで語られたのは、あなたの罪は全部許されてるよ。もう自分からイエス様から離れてたんですけど、イエス様はずっと戻ってくるのを待っていたよって本当に心に語ってくれて、その時に本当に10年間聞いてきたイエス様の愛が分かりました。父であって最高の友って伝えたいんですけど、その理由が、私はイエス様って遠い存在のように感じていて、でも本当に出会ってからは身近な存在に変わりました。イエス様はお父さんのように私のことをずっと見守っていてくれていて、間違った道にそれてしまっても時間をかけて気づかせてくれたり、私が問題や苦しいことにぶつかって倒れてしまっても何回でも立ち上げてくださる。イエス様は本当に遠い存在じゃなくて、どんな時でもあなたのそばにいてくださって愛してくださるお方なんだよっていうことを伝えたいです。イエス様の愛を伝えていきたいです。今の時代、若い子たちがクリスチャンとして歩むのって本当に難しくなってきているなと私は感じています。実際に私もそうで、高校生大学生になってくると周りにたくさんの楽しそうに見える誘惑があって、やっぱりどうしてもそれに勝つっていうのは、やっぱりしっかりとした信仰がなければ難しいんじゃないかなと思っていて、教会でユースリーダーをさせてもらっているので、今関わっている若い子たち、イエス様につながってほしくて、なんでしっかりとした信仰を持てるように、そして神様を賛美したいから教会に来るんだっていう強い信仰を持ってもらえるようにお手伝いしていきたいなって思っています。ここにいたら、どうしようとりあえずハグしたいです感動で、あ、イエス様って行きたくなると思います。ハグしてイエス様のお話を実際にイエス様自身からもうこの目と耳で聞いて体験したいですイエス様は父であり最高の友です。